新ップ島とは、リンガ諸島の南部を構成する島の一つであり、マレー半島の南東海上、スマトラ島の近くに存在している。新ップ島の面積は、約757平方キロメートルで、スマトラ島とは、ベルハラ海峡で隔てられている。周辺には西にポシク島、南西にセラク島、南にララン島、リンガ島との間にセラヤ島が存在する。 この島はインドネシアに属しており、同国をける行政区分では、リアウ諸島州リンガ軍に属している。かつては、世界的に有名な祖ズの生産地としても知られていた。シンケップは、ダボシンケップ近郊のダボ港とスガイブル近郊のジャゴ、港の二つの港が設置されている。バンカブリトゥン州のバンカ島のマントク港や、南スマトラ州パーレンバニエの定期便は、 鈴ず最高業の終焉と共に廃止された。しかし単純避難への高速フェリーは継続されており、単純避難では、ンガ島への船を借りることもできる。新潔布には40人乗り程度の小型機の離着陸が可能な小さな空港が設置されている。空港は鈴ず最高活動中に盛んに利用されていたものの、現在はチャーター機と政府の警備機に利用されている程度である。 ただし、2011年には、スカイアビエーションが、週4回バタムからダボ新ケップ空港への運航を開始した。さらなる空路として、2015年に、ダボからプカンバルへの空路の利用開始が、計画されている。ありがとうございます。